こんにちは、パーソナルトレーナーのビースト宗山です。今回はジムをオープンするのでその報告ということで動画を撮らせていただいております。どうぞよろしくお願いします。はい、ということでね、最近なかなか動画上げれていませんでした、ね、すいません。今ね、非常にバタバタしてるんです。その理由がジムを作っているということなんですね。今もね、ジムをやっています。まさにこの場所はそうなんですけども、こういったパーソナルトレーニングジムではなくて、今回は24時間ジムを地元仙台でオープンしていきます。なぜジムをオープンさせたかというと、そもそも私がトレーナーを目指したのはね、20歳頃だったんですけれども、当時の夢は理想のジムを作るということだったんですけれども、もう本当ね、夢物語だったんですよ。なぜかというと、ジム作るのってめちゃくちゃお金かかるんですよ。私が若い頃っていうのは、今みたいにパーソナルトレーニングジムっていう概念が全くありませんでした。なので、ジムを作るとなると本当に大きいジムを作るしかないんです。ただ、時を経て形を変えて、そのジムを作るという夢を叶えていきました。その中で、いろんな体験や経験をたくさんさせていただいて、本当に充実した生活をしていたんですけども、ただ、ある日ね、思い出してしまったんですよ。当時の若い頃の夢を。そっか、自分って大きいジム作りたかったんだっていうことをね、思い出したんです。それを思い出したのが2018年だったんですけれども、そこから実はずっとね、このジムを作る計画動いていました。途中でコロナがね、起きてしまったので、だいぶ計画も遅れてしまったんですけども、今回ようやくですね、地元仙台にジムを作ることになりました。場所はですね、南仙台と言われるところで、仙台駅から車で15分の郊外にね、当たる場所になります。郊外といっても非常に賑わっている商業施設で、メガロポリス仙台南っていう場所でね、オープンしていきます。このジムはいわゆる24時間ジムになっています。もちろん私のこだわりがね、たくさん入ったジムになっています。まず1つ目、とにかく通いやすいジムを作りたかったっていうところなんですけども、特定の人だけが通えるっていうよりは、本当に筋トレ初心者から上級者の方みんなが楽しめるジムを私は作りたかったんです。なので、まず会費をできる限り落としました。今回はね、5980円で通えるジムになっています。その中でマシンもね、すごいこだわりました。特に筋トレ初心者の方っていうのは、ウェイトスタックっていうね、重さをピンで変えるタイプがね、メインになってくると思うんですけども、例えばチェストプレスなんかはよくこういうまっすぐで押すタイプって非常に多いんですよね。ただこれってなかなか効かないんですよ。ですので今回は真ん中にね、中心に寄っていくものだったりとか、まあ、これはね、チェストプレスだけではなくて、ショルダープレスとかラットプルとか、もうありとあらゆるマシーンをそういった軌道を重視して選んできました。その他にもね、プレートロードって言われる、こう、プレートを刺すようなタイプもたくさんありますし、あとフリーウェイト、パワーラックなんかね、非常に人気だと思うんですけれども、これを複数台準備していまして、スミスマシーンもね、垂直タイプと斜めのタイプのスーパースミス準備しています。そして私はやっぱりベンチプレスすごく好きなので、ベンチプレス台オンリーというものもね、置いてます。意外と24時間ジムってなると、このベンチプレス台ってないんですよ。ただベンチプレスをね、たくさんやってほしいという思いがありましたので、今回は鬼ジムさんの鬼のね、ベンチプレス置いていきます。これは結構ね、パワーリフターもベンチプレスを競技としてやっている方にも愛用されているやつで、ちょっとね、作りを変えると、実はこれだけでもスクワットができるっていう、ほんとマルチなね、ベンチプレス台になっています。ぜひこういったものを会員様にね、楽しんでいただきたいという思いがあります。そしてこれは全国的にも非常に珍しいんですけれども、キッズスペース設けています。私のジムなんかはもうプライベートジムですので、お子さん連れの方もね、非常に多く通われているんですけれども、通常のジムって子供を連れていけないじゃないですか。そうすると小さいお子様を連れたお父さんお母さんってなかなかジムに行けないんですよね。これって非常に残念だなって私ね、ずっと思ってたんですよ。なんかすごく機会ロスじゃないですか。やっぱり子供もいながらも健康状態っていうのは当然高めていきたいし、できるならばね、筋肉つけたりボディメイクってしていきたいと思うんですよね。ですので、そういった要望に応えたいっていう気持ちがあったので、今回ね、キッズスペースも見ていきます。もちろん柵とかも作っていきますし、下のマットは防水が効いてクッション性が高いものをね、準備しようと思っています。そして本やおもちゃ、DVD なんかを見て、お父さんお母さんがね、トレーニングに少し夢中になっていたとしても、子供たちが飽きずに時間を潰すような空間作りを目指しています。そして2つ目、今回ね、入会手続き非常に簡単にしています。今ね、まだこう紙でね、入会するところって非常に多いんですけれども、もうペーパーレスにしました。なのでウェブ上でネット通販で登録するかのようにね、入会することができます。これって非常に楽ですよね。やっぱね、紙ってめちゃくちゃめんどくさいんですよ。その手間っていうのは、私フィットネスクラブにね、勤めていたことがあったので、すごく理解できるんですよ。
なのでこういった手間を省きたいという思いもあって、今回ペーパーレスのジムにしました。そしてジムに出たり入ったりっていうのも非常に楽な状態を作っています。全部ねスマホでピッてすれば入れるような状態にしていますので、いわゆるキーカードを持たなくても入れるジムになっています。さすがにスマホ忘れてしまいますと意味がなくなってしまいますので、スマホだけはね忘れないようにしてください。そしてもう一つのこだわりポイントっていうのが、最新の情報を届けたいっていう思いがありました。私宮城県仙台市に約25年、そして東京には約8年いるんですけれども、ちょっとね情報のギャップっていうのは感じてます。それは最新の情報がないとかではなくて、最新の情報に触れる機会が少ないなっていうのをすごく感じていたんですね。もしかしたらどこの地方も一緒だと思うんですけれども、どうしても最新の情報に触れようと思うと東京って非常に楽なんですよね。いろんな人いますし、いろんな情報に触れる機会がめちゃくちゃあるんですよ。ですので今回私が作るジム、ビーストジムっていうんですけども、ビーストジムではできる限りその情報に触れるためにセミナー開催を多くしようと思っています。そこで今回は山本由伸さんとバズーカ岡田さんのセミナーを先着150名ずつになってしまうんですけれども、入会特典として準備しました。今もちろんね YouTube で情報を拾うことってできるんですけれども、直接山本さんやバズーカさんのお話を聞ける機会ってそんな多くないと思うんですよね。ただ今まで私が関係性を築いてきた著名な方々をなるべくご招待して、そしてそれをジムのメンバー様に還元したいと思っています。まあ、そんなこんなでね、今回ジムを作るに至りました。先日もちょっとジムに行ってその様子撮ってきましたので、まずこちら見てください。はい、こんにちは、ビースト村山です。ということで、今回ですねジムを作るということで、今作ってる最中のジムに来ました。ちょっとね見ていきたいと思います。じゃあこちらへ。まあ今ねまだ本当に何もない状態、まあこういった感じで今内装を作っていて、こっち来てもらいたいんですけど、まあ、今回のジムのコンセプトとして、まあ、家族連れでも来てほしいということがあって、キッズスペースなんかもね作っていきたいと思います。この辺りですかね、この辺りのスペースを作って、まあ、なるべくね、みんなのね、届く位置を作っていきたいと思います。で、ジムなんですけども、まあ、こんな感じで、結構ね、広いです。全体の敷地がかなり広いので、まあ、筋トレ初心者の方から、筋トレ上級者の方も、みんなが通えるジムを作りたいということで作っています。こんな感じでまだまだ作っているので、もっとマシンが入ったりとか内装ができたりとかしてきたらまた続報を取っていきたいと思います。はい、といった感じでまだね全然完成してないんですけども、こちらもね続報をアップしていきたいと思います。そしてオープンにあたって今回クラウドファンディングを立ち上げました。明日9月26日の午前8時からスタートしていきます。今回ジムを作る最中で、まあ、たくさんのねトラブルもありました。一番大きいのが使える予定だった空調機器がまるまる使えなくなったっていうところなんですよね。これでジムを作る予算が400万以上変わっていきました。その他にもコロナやあとロシアの情勢、こういったものが加算できて、内装設備なんかもねちょっとぐっと上がってしまったんですね。それによって当初予定していた設備で諦めなくちゃいけないものもいくつか出てきてしまったんですね。ですので今回のクラウドファンディングではその空調に関わる費用だったりとか、今回泣く泣く削ってしまったもの、あとはキッズスペースもねもっと充実させたものを作りたいと思っていますので、そこの費用を一部応援していただければと思いましてクラウドファンディング立ち上げました。クラウドファンディングの URL もその概要欄に貼っております。今回すごくいいジムを作る自信があります。ですので、ぜひ少しでも応援していただけると嬉しいです。あ、ごめんなさい。そしてですね、先ほど言い忘れたんですけども、このジムを作る計画って実はずっと山本さんにも相談していたんですよ。で、その中で今回こういうジムにしましたっていうことで、まあ、その設計図をね、山本さんに見せたんですけども、非常にいいジムですねっていうことで、推薦の言葉をいただきました。その推薦の言葉をジムのホームページ、そしてクラウドファンディングにも掲載しておりますので、ぜひ見ていただけると嬉しいです。改めて山本先生、今回は応援ありがとうございます。しっかりといいジム作っていきますので引き続きよろしくお願いします。ということで今回はジム作りの進捗を報告させていただきました。また随時更新していきたいと思います。皆さんどうぞ応援のほどよろしくお願いいたします。今回もありがとうございました。